全日本も去年2位になりました。同期問題があるのでね、体が小さいとちょっと規定で取れないんですよね、点数が。だから今まで優勝できなかったですけども、彼女は非常に自由が得意ですのでね、上位に上がってきてますね。なるほど。さあ小菅麻里、初優勝を狙います小菅麻里。先ほどは平均台で 9.375、 ちょっと低い得点。この入りの部分が非常にコンビネーションからムーンサルト難しいんですね、はい、これです、決まりましたね。3種目終わって2位の瀬尾に 0.25 の差をつけています。下がって 9.75 以上が出れば優勝確定という小菅麻里。最後のムーンサルトにかかってるでしょうね、はい、3回ひねり、2回ひねりですね、2回ひねり、さあ果敢に最後は苦心のムーンサルトで来るかどうか。北京台では失敗しました。その同じ技向かいます。最後いかがでした、着地は一歩動きましたけど、はいはい、8以上は出ると思いますね。そうですか、そうですか。先ほど3種目終わったところで 0.25 差、そして先ほど瀬尾の演技が9.70 でしたので 9.45 以上が出れば優勝確定。それは出ますね、出ますね、はい、ただ本人は悔しいでしょうね。やっぱり失敗しての優勝というのはなかなかね、心から喜べないですから。なるほど。さあもう一回見てみることにしましょう。2回ひねりから前中ですね、はいはい、中学3年生14歳、